あざを発言した方はどなたも例外なく、この先の言葉を聞いた後の柱の反応、一人だけ不自然に感じた人物がいました。これが鬼滅の刃の凄さか。今回はネタバレ注意です。第181回鬼滅大学開幕、シックハックです。では早速、あざを発言した方はどなたも例外なく、25歳までに死ぬ、この事実を天音さんから聞いた時の柱の反応を見ていきましょう。まずは校長を忍ぶ、やや険しい表情に見えます。いや、これは険しいというより無表情ぐらいじゃないと思った方もいるかもしれないんですが、校長を忍ぶって過去の中国会議を見ても分かるんですが、基本が笑顔なんですよね。ですからこの時の校長さんの表情は他の大使がいる時にしては険しい部類に入ると思うんです。だからこそこれは個人的に若干不自然に見えました。というのも彼女はすでに死ぬ覚悟をしていると思います。それどころか長生きするという考え自体なさそうです。それは毒を体内に入れていることからわかります。いや、この時期は毒を体内に入れてないのでは。これについては後の回想で、カナオに今からでは間に合わない、私は1年前から準備していた、そう発言しています。この言葉がカナオを心配するがゆえの嘘の可能性もありますが、あくまで言葉通りに受け取るなら、校長さんが体内に毒を仕込んだのはあざの話を聞いた時よりもずっと前、つまり1年前、そんな前から自分が死ぬことを前提に準備を始めている。ではなぜ25で死ぬという話を聞いて険しい表情になったのか。校長忍は現在18歳、25歳でのことなんてすでに関係ない話のはず。これは僕の個人的な考えですが、校長さんが考えたのはあざを発言すればさらに討伐の成功率は上がりそうだが、とはいえあざを出せるような屈強な剣士たち、彼らでも死ぬのに体力ない私は耐えられるのだろうか、加えて自分は毒を体にまとった状態、そんなハンデを背負っていてはあざを発言した瞬間に死んだりしないだろうか、加えて心拍数および体温の上昇はあざを発言するために必須のことだが、これらは毒の周りを速くする可能性もある。その結果動けるのか、最悪望まぬ場面で死ぬのではないか。校長さんは医者でもあるので人体に与える影響をいろいろと考え始めたのではないか、ゆえの険しい表情なのか。また別の角度から見ると、そもそもあざの発言は体力のない自分に可能なのか。密離はできたが自分は密離とは違う、自分には密離のような体力はない。もし密離のような体力があれば、忍がそんな思いを抱えていることは小説からもわかりますが、自分にあざの発言は無理なんじゃないか、そんな不安もあったのかもしれません。あと考えられる可能性は、他の人たちがあざにより死んでしまうことへの心配かもしれません。校長さんの話はここまでにして、続いて行明さんの反応。表情を変えません。これはさすが百戦錬磨の行明さん、揺るがない、人々のために死ぬ覚悟はできている。しかし内心は疑問があったはずです。すでに25歳を超えた私があざを出して良いのか、あざを発言した瞬間に死んでしまうのではないか、それでは犬死にになってしまう、さてどうしたものかと、そんな疑問もあったと思います。つまり意外にもあざを出すべきか一番悩んでいたのは陽明さんだったのかもしれません。あざにより無残を討伐できるかもしれないですが、犬死にする可能性もある、重大な決断になりますので、普通ならすごく悩むと思います。ここで表情一つ変えないのは陽明さんだけなんじゃないか。というわけで今から試してみましょう。一つ問いかけますので、あなたも真剣に考えてみてください。素晴らしい威力の銃があります。これを撃てば人々は救われます。ただし半分の確率で銃は暴発し、あなたが死にます。さあ、あなたならどうしますか。躊躇なく引き金を引きますか、引けませんか。これを考えている時、今ちょっと険しい顔になりませんでしたか。僕は眉間にシワが寄ってしまいました。でも行明さんは表情を変えない。下手すれば今までの努力も思いも全てが無駄に消え去る犬死に。本当は行明さんが一番悩んでもおかしくない状況なのに表情が揺るがない、精神力も飛び抜けていますね。でもまあこれは行明さんらしいと言えます。不自然さはありません。続いて義勇さん、全く動じていない、まさに凪。
まあ、もともと動じるタイプではなさそうですが、今回はちょっと意味が違うと思います。義勇さんはこう考えていたのではないか。俺にはどうせあざは出せない、サビトならできたかもな、俺は柱ではないからあざの話は関係ない、そんなことを考えていそう。そしてサネミへの言葉、これを簡単と言ってしまえる簡単な頭で羨ましい、これは皮肉ではない。自分なりに義勇の言葉を通訳すると、サネミはすごいな、これが簡単に思えるほど頭がいいのか。つまり皮肉じゃなくて褒め言葉、額面通りの言葉だったのではないか。つまり義勇としてはサネミをバカにしたわけではない、なんならいつもすごいなと思って褒めているのに、なんでかサネミは怒ってしまう。仲良くなるにはどうしたものか、義勇が必死に考えている描写もありましたね。続きまして、無一郎、表情は変えず。これもすごい。彼はすでにあざを出しているのでもう選べないんです。なのに驚いたりはしない、怖がったりもしない、表情は変わらない。これは鬼殺隊なら死ぬのはしょうがないとか、もう家族もいないし死に対する抵抗がないとか、そういった可能性もありますが、個人的には無一郎は死んでもいいと自己犠牲的な考えをしていたわけではなく、自分は雄一郎や仲間と過ごせて十分幸せだった、そして今度はみんなの幸せを願いたい、恩返しがしたい、そんな人生が自分が見つけた幸せなんだ、こんな考えをすでにしていたのだ。これは読み進めていくと分かりますが、無一郎は雄一郎にだけは不幸だったと言わないでほしいと、自分は幸せだったんだと本心から語っています。とはいえあまりにも大人すぎ、まだ14歳だよと思う方もいるかもしれません。僕もそう思うのですが、ファンブックを見ると両名さをもってしても無一郎は精神が習熟している、そう言わしめています。無一郎は無表情、揺るがない、なぜなら自分は幸せだ、これからは自分以外の誰かのために、そんな人生をもう自分で選び終わった後だったからかもしれません。さあ続きまして、甘露寺さん、反応は恐れを含んだ驚きに見えます。本人があざを出しているので至極真っ当な反応だと思いますが、彼女に未練があるとすれば、好きな男の人と結婚して添い遂げる、この夢が叶わなくなった、加えて甘露寺さんは家族がまだみんな生きている、それを残して死んでしまう、家族を悲しませてしまう、両親に申し訳ない、そんな思いもあったかと思います。というのも甘露寺さんは死ぬために戦ってきたのではない、自分やみんなの幸せな未来のために戦ってきたので、それが若くして閉ざされると突然知らされれば、この驚きの表情は自然だと思います。関連して及ばない、口元は見えませんが目を見開いて動揺しているように見える、その理由は自分が生きるか死ぬかではない、あざを発言した甘露寺は死ぬ、その動揺が大きかったように思います。同時に甘露寺があざを出したのなら俺も絶対にあざを出さなければいけない、甘露寺を一人で不安にはさせない、そういった甘露寺への思い、この表情はそれゆえの驚きに思います。さあ最後に残ったサネミ、僕が不自然に感じたのは彼なんです。反応は口が開き口角が下がって少し動揺しているように見える、これは不自然ではないか。というのもサネミなら25歳で死ぬ、そんだけありゃ十分だ、玄野のために死ぬ覚悟なら当にできている、鬼どもを始末できる、鬼舞辻をやれるなら長生きなんてできなくていい、今さら何言ってやがる、こんな感じでいつも大胆不敵な笑みを浮かべてそう。というのも一人だけは笑っているくらいの方が戦闘狂として分かりやすくキャラも立つ、でも実際は驚いている、動揺しているように見える、ここに鬼滅の刃の深さを感じたんです。サネミは玄野のためならいつでも死ねる人間、そんな風に思ってました。しかし現に彼は動揺していた、その理由は彼にもささやかな願いがあったのではないか、それは玄野が幸せに過ごしていくその姿を一日でも長く見守っていたい、そんな願いがあったのでは、もしいつでも死ねるなら他の柱のように表情は変わらないはず、つまりサネミは鬼殺隊や玄野のためならいつでも死ねる戦闘人形ではなく血の通った人間だった、玄野の幸せを一日でも長く見守りたい、そんな願いがあったのなら彼は復讐に狂った男ではなく、いつだって優しい兄ちゃん、あの日のまんまだったんじゃないか、それに俺が死んだら
玄弥は心細いだろうが、サナミは幼い時に弟たちにそう言っています。しかしここにいたり、そもそも玄弥に明日が来なければ意味がない。故にあざの件を聞き、サナミは一度は動揺するも、すぐに覚悟を決めた。そう考えると、あざについて聞いた瞬間、それはサナミのたった一つの自分の願い、玄弥の幸せを一日でも長く見守りたい、これを諦めた瞬間とも言える。考えたらこんな答えに至りましたが、最初に見た時は25で死ぬだろうとなんだろうと、鬼を倒すためなら何でもいいと、いつもの不敵な笑みを浮かべるサネミを想像してたのですが、実際には動揺していた。そこが不自然に見えたんですが、やはり鬼滅の刃、戦闘狂というキャラ付けのために安易に笑わせたりはしない。ここでサネミに動揺させるのが鬼滅は深いなって思いました。ここから番外編、天元さんと煉獄さん、どんな表情をするのか。煉獄さんなら25で死ぬか、それはきついなとか笑い飛ばすのか。これは炭治郎とか下の子の前ならあえてそんな振る舞いをするかも。でもここは中合会議、周りをわざわざ勇気づける必要はない。となると自分のことを考えそう。千住郎は大丈夫だろうか、父上は縁柱の書を読み、このことを知っていたからこそ俺を止めたのか。高速で考えて、結局は不安な表情をすることはなく、彼らしくどこともなく前を見据え、いつも通り口角が上がりそう。それは時が来たなら人々のためにやるしかない、覚悟の絵。これはファンブックにありますが、煉獄さんは頭の回転が早すぎて、読者も炭治郎たちも周りの人物は煉獄さんが何を考えているのかわからない。この場面でなんで煉獄は笑っているんだと不思議に思われてそう。ただその裏には、一瞬で残された父進次郎や弟千次郎のことを十分に思い、その上で嘲を出す決断をしている。こんなのを一つ想像しました。ただ想像できなかったのは、彼が迷ったり不安そうにしている姿。彼は人前では弱みを見せないように思います。続いて天元さん、彼は3人の嫁や忍びの掟で死んでいった兄弟たちのために簡単には死ねない、故にちょっと驚きそうにも思いますし、逆に忍びモードの天元さんが出てきたら無表情、恐ろしかっこいい天元さんになるかも。これはどっちが出るか悩みますね。でもこういったことを想像するのも楽しいですね。さあ今回に関しては、人によってはちょっと細かい場面だなと思われた方もいるかもしれませんが、僕は YouTube では心から話したいことを話すと決めているので、変わったやつだなって思われるかもしれないんですが、僕はこの柱たちがあざの話を聞いて覚悟を決めていく、このシーンが言葉はないんですけどめちゃくちゃ惹かれるんですよね。いつも話したいこと話して申し訳ないです。ここまで聞いてくれてありがとうございます。それではちょっとした幸せを提供できたでしょうか。次の動画でお会いしましょう。またね。